語です。届きました。なんだそれは。この前のソフコンで買えなかったソフリが届いたのだ。何？ということはネット販売の抽選に当選したのか。当選した。今回リベンジ当選できたのはレオンチャンネルさんのソフリだ。おお、おもちゃ王者。開封する。最初の袋は切っていいはず。慎重にな。あ、シール、ワナックさんのだ。当選のお礼を言いなさい。ありがとうございます。次はジップパック。切らずに出せるな。すごい軽い。カードも入ってる。裏に戦隊っぽいのが。転売ヤーと戦ってくれるのかな。そしてソフリ、リベンジは来年かと思ってたけど、ソフコンと同じ月に購入できた。思ったよりめちゃ早かったな。足の裏には文字が。あ、ベルトのバックル、レオンになってるんや。これは今まで気づかなかったな。キリコにティアナがいるように。なぜボトムズ。こんな感じに飾りたいでしょう。キリコに千代子。というわけでソフコンで購入できた千代子。かわいい。こんな感じですね。いいね。これはやっぱり2体セットで欲しいよね。千代子見て、めっちゃラメってるねん。キラキラ。ソフコンの厚玉置いたよ。これがしたかったんよな。レオンチャンネルさんのレッドは完売したので、再販までにはまた日が空くそうですが、メンバーカラーシリーズが始動らしいです。青いのがおる。欲しい方は11月のデザフェストワンコンチェックですね。今回はワナックさん、レオンチャンネルさん、ありがとうございました。秘密基地もソフリ増えてきたな。ではでは。